congratulations. Our feeling, especially for the 31st event, is so incredible, so amazing. I told it to some persons. The first fight to the end, the excitement, it's hard to describe the words. In my personal opinion, it's gonna be the best event of the year. Do you have the same feeling? Do you think everything's is gonna be perfect this time? Yeah, I think best number one event. Our rising series. So, but not satisfied yet. Bandai Silva said. Oh, Sakakibara-san, by time, come back here. So, but, of course, I'm so happy tonight. But I want to go more. I want to grow up. Of course, 2 or 3 more years, I want to, I hope, we want to catch up US promotion. あの質問の方はおめでとうございますということで、特に31日のイベントは本当に素晴らしくてもうアメージングなイベントで、おそらく1年で最高、今までで最高のイベントになったと思います。で本当に言葉にできないぐらいもう年間一番良かったイベントと私は感じたんですけれども、同じ気分でしょうかというふうな質問だったんですけれども、それに対して、回答がはいと。で、まあ、ライジングのシリーズの中でも一番最高のイベントになったと思います。ただ満足がまだしてないというのもありまして、バンダイ・シルバ選手はウクライナの時代が戻ってきたというふうに言ってくれたんですけれども、確かに今夜はすごくハッピーでだというのはそうなんですけれども、もっともっとさらに成長していって、2、3年後には USC のようなアメリカの団体が追いつきたいなというふうに感じています。And my last question was, do you believe this is a strong message, especially for the people outside Japan? Because much people say, oh, Rising doing big things in Japan for Japanese people. And you prove today is not. They don't a very big event, a very amazing fight, and the people outside still like it. And do you believe that Rising today put us a very strong statement from the people outside Japan? まだですね、僕は答えますけど、本当に海外の人たちが僕らの今のこのイベントをどう評価しているのか、さっき少し聞いたら、すごく海外でも評判がいいよっていうふうに聞きましたけど、それはすごく気になるところです。だけど、今はどちらかというと、もう思いっきり日本にローカライズして、日本のマーケットをもう一回ホットにするためにソフトを作ってます。世界に攻めて出るのはもう少し力をつけてから、その力をつけるっていうのは本当にこの2年間のプレゼンテーションをもって、このライジンというコンテンツがやっぱり大きな経済的なバックグラウンドを持たなくちゃいけないし、世界世の中に対して大きな信用力を持たなくちゃいけないし、世界に打って出るためには僕らと一緒に戦えるマンパワーが必要です。そういうものを可及的速やかにこの2年間のプレゼンテーション、この11大会の結果をもって、これは国内、そして海外、いろんな人たちからいろんなオファーをもらってますんで、そういう人たちとこの短時間の中で協議を重ねて、まず自分たちのベースの部分をしっかり整えたいと、その後アウトサイズジャパンというかね、本当に日本以外の世界に向かって舵を切りたいなと。質問なんですけども、チャンピオンの先から20分以上とこで待ってはい、はい、じゃあ先に帰りたいですね、はい、チャンピオン、はい、チャンピオンにちょっとスイッチします。じゃあまずそこの質問だけ解説しましょう。はい、今回のイベントに関してはその日本以外のライジンファンを見ている海外からも非常に評価が高いんですけども、もうそれに対してはどう思われますかということなんですけども、まだ基本的にはちょっと今の時点では
とにかく日本のローカライズすることを中心に考えていて、まずは日本でもっとホットな市場を作っていって、でもっと力をつけてから海外に持っていきたいと。The answer to that was that we are still focusing on the Japanese market, and we wanted to localize that. じゃあ、OK、じゃあ、すみません、チャンピオンが疲れてる中ですね、20分以上待って、本当にすみません。